企業にインタビューの時間です。この番組は様々な分野の専門家の方をゲストにお迎えし、暮らしに役立つ情報を発信する番組です。専門家にしか知らない情報やツール、ノウハウを聞いていきますので、少しでも生活に役立てていただけたら幸いです。またお聞きの方、いつもご存知だと思うんですけども、この番組、世界一噛む回数が多い番組として有名ですので、本職は食品ですのでそこはあるんですけども、現場目線で本当に役立つ情報っていうのを厳選してお届けしていきますので、どうか今日も最後までお付き合いください。よろしくお願いします。この番組は、屋根と漆喰のことなら守礼ホーム、株式会社守礼ホームがお送りいたします。本日のパーソナリティは西島愛歴がお送りいたします。はい、さて今日はですね、またいつものことなんですけども、その中でも特にですね、今日は素晴らしい 一言では言い表せない まだ僕も理解できてない点が多々あるんですけども、方がゲストに登場していただきます。で、今日はですね、実は収録で放送していまして、長野県に今日は来ております。なぜ長野かっていうのはもう最後まで聞いていただいたら、なぜ沖縄から来たのかっていうのを理解していただけると思うんですけども、はい、ということなので、 CM の後にゲストさん紹介させていただきますので、よろしくお願いします。今日はですね、説明が難しいんですけど、お水の会社に来ておりまして、経緯としては僕の母親からですね、面白いお水を作っている方がいると聞きまして、なんと水を燃料に入れると燃える、水で走る車があるっていう話を聞いて、ぜひ話を聞きたいと思ってインタビューに来させていただきました。早速なんですけども、自己紹介の方をお願いします。会社は創生ワールド株式会社と深井総研ですね。深井総研はここ10年ほど前に設立したんですが、エネルギーに着手するために設立しました。水の星であるこの地球というのが、どんな動植物でも我々は水なくして生活できないにもかかわらず、水はいくらでもあるという感覚で平気で産業でも商業でも私生活でもどん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 汚して垂れ流しすると、最後にはもう飲めない水が充満してきているという状況の中で、私どもはそれを浄化するんじゃなくて、人間というのは面白いもので、浄化してもね、限界があってどん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 汚すんですよね。だから要は一番その元ですね、汚さないっていうことが一番原点で大切なことだと思う。だから汚さないで、産業が成り立つ、経済が成り立つ、ということを目指しました。で、汚さなければかえってその農業でもどんな仕事でも楽なはずだ、美容室でも、っていうのは僕の頭の中にあったんですけれども、まあそういう中でその10年間水の研究を始めました。この水の研究を始めるその原点っていうのはどういうことかというと、僕は学者でも何でもなかったんですけども、研磨業から始めて、バフ研磨ですねを始めて、それからレストランを始めて、飲食店、それからホテルを2軒やって、それで温室栽培をやってというようなことを始めたんですけれども、その間に父を膵臓がんで亡くしたわけですね、半年で。それで命って初めて自分の身近な人が亡くなったのを見て、命って一体何ぞやって、昨日までいた人が永遠にもうこれで会うことができない、いない、もう正直言って僕は父親は母親と同じ存在だったもんで、父がどちらかというと母親の代わりの分まで僕を世話してくれたもんで、人前ではなかなかあったけども、親父と一緒に工場で研究した、その工場で一人でどの国の中にいたかわからんでね、一人には見えないように、っていうのは僕はもうレストランやって研磨業をやって、社長という立場だったから、いつも見せ物泣いてるわけいかないから、人の前では泣かないんだけども、そうやって寂しい思いしたんだけど、その中で、しばらくその命と何ぞやっていうとこから逃げてたんですね。それで仕事に夢中になって何とか忘れようとして、ホテルとかちょうどレストランがオープンした翌年亡くなったんですね。
その後僕はホテルを2軒やって、そしてオイス栽培をこんなやったんで、さてそれを成功したから大量生産でやろうと思ったんですね、はい、うん、それでじゃあだからそのホテルやなんか使ってる排水を使ってと思って、うん、見たところがやっぱり洗剤やシャンプーやの垂れ流ししてるわけですよ、はいはいはい、うん、当然配管もなきゃ錆びるわけですよ、うんうん、お湯が取れても配管が錆びるからこれ排水使えねえやっていう状況下の中で、はい、あの当然ホテルが上にあって、その下にレストランあって、その下が千曲川なんですね、はいはい、うん、その千曲川にあの浄化槽を通してそのまま落としてんだけども、うん、当然汚れで落ちてるからね、はいはい、そうですよね、でその下行った時に僕が小さい時に父親が、牛飼ってて、はい、牛小屋の2階が僕の藁小屋の半分が僕の勉強部屋だったんだけど、はい、なんか牛の世話散々やったわけだね、乳搾りから何から、はい、ほんで千曲川の土手なんか草刈りに来たり、うんうん、醤油棒で稼いって何十回も往復してね、はい、そういうことやったんだけども、その千曲川行ったら昔の千曲川じゃねえんだよね、はははうん、あの小さい時に散々泳いで潜って、はい、魚取って草をね、そういうところと全然変わっちゃってるわけね、はだあれなんでと思ったわけね、はい、そしたら結局あのみんなの排水がどんどん流れてるわけですよ、はいうん、だからあのこの千曲川でんだけな、普通アユ釣りがね、はい、何百人と人が来てたんだけど今全然ほとんど来ないんですね、うん、それは魚が変形したりとかいろんなこと分かってきたもんで、はいうん、そういう中で川がそうやって汚染されているその原因の一つが自分のレストランやホテルだってことが分かったわけですね。なるほど。そこから流れてると、それから環境問題に目覚め始めたんですね。あ、うん、これでどうしたらいいんだろうかと思って、はい、まあ、僕はだけな、父親がね、あの新人深かったもんで、はい、あのよくお寺さんが連れ、小さい時から連れていかれたもんで、うん、そういう中でしばらく自分の中で問いかけを始めたんですね、はい、でその問いかけの中で分かったことが、命って何ぞやって、初めてあの父親の死んだことを正面から受け入れて、はい、命って何ぞやってことを真剣に考え始めたんですね。はでその中で悟ったのが、はい、その全て宇宙っていうのはあのビッグバンから水素ができたんだと、ね、だから水素が1ナンバー1だとね、はい、原子番号ね、そっから水素がより集まって光となって星となって、うん、それでこうやって宇宙が出来上がったと、はい、いうふうに僕は気づいたわけですね、はい、そうするとね、答えが全部出るのね、答えが、うん、答えが、はい、ていうことどういうことかっていうと、水素なくして存在するものは何もないわけですよ、うん、うん、食べ物も土も空気も、はい、ね、お父さんお母さんも何でも全部水素は必ずあるわけですね、はい、うん、そうすると水素が神様や仏様であるっていうことを置いたら、はい、これで解決全部で、みんな神様、みんな仏様、みんな死んだ、全部一体なんだ、ほほ、うん、だから全部、ね、お父さんお母さんにしても先生にしても何にしても尊敬する、ね、自然に対して感謝するっていうのも全部そこから来てんだっていうことに気がつき始めたわけね、はい、そうするとその原点である水素、はい、ね、特に見本となるのは H2O ですね、はい、水ですね、これらを我々が何で汚さなきゃいけないんだろうかっていう疑問を持つわけですね、はい、で昔からのおじいさんおばあさんでもみんな教えてくれたのは、お仏壇に先祖様に真ん中になぜ水を置きますかって、うん、ね、最大の供養っていうのは命である水、最高の水をお供えするって、うん、これは仏教だけじゃなくてキリスト教は何でもそうだと思うね。あ、なるほど、うん、要するにあの心を、ね、きれいにする、はい、ね、言って水をこうかける、うん、いうように、水というものが全ての中心にある、はい、ってことを昔から教えてんだよね、うん、だから変な話が、僕らが小さい時に川に向かっておしっこでもしたら、はい、ね、おちんちん曲がるとこのバチ当たりって怒られた、ね、なるほど、道路でやっても何も言わねえ、はい、水でやると、そう、水に、ね、そういうように、あのいろんなことをこう昔の人は教えてくれたんですね。そっから興味持ち始めてね、はい、水という三髄片を、はい、ね、ただ三髄片ができてるわけじゃない、うんうん、
ほんと水平見ても何時っていうのは、はい、うん、で水の章とか、うん、で何時っていうのは水からできてるんだって教えてる、うん、なるほどなるほど、うん、いうようにその三髄編でいろんなことを教えてるんですね。そして今私はあのこの作った水をあの売ってないんですね。あ、ただで、うん、あげてるんですね、はい、送料便で箱代だけで。あ、うん、そうなんですね、うん、なんでかっていうと、はい、漢字の中に神に対する冒涜という字があるんですね。冒涜と冒険の徳は三髄に売り買いって書くんです、はいはいはい、水を売り買いすることは神に対する冒涜であるんです、うん、なるほど、うん、だから僕は水は万物全てが共有するものであると、はい、うん、ただであげますよ。はうん、ただ水道料だとかみんなが入れる、ね、手間がかかるからあれだけれども、はい、そういう仕組みを僕は作り始めたんです。だから商売じゃなくて、うん、なんつうんだろう、その一人一人全部宇宙万物の中の一人だから、うんうん、他人じゃねえから、はい、うん、だからそれを共有しておこうと思ってやってきたんです。そうしたところがその水を作る、ね、機械を発明したんだけれども、はい、これもあのその頃浄水器っていろんなものがあったんですね、はい、うん、でもどうしても大体何年前ぐらいの、今から30年前、30年前、うん、はいはい、でそれで僕はどうも納得できないものいっぱいあって、はい、あの自動的に、ね、自分の中にいろんなものがこう落ちてくるもんで、はい、まずその僕は環境運動に対してどうやったらいいんだろうか、どうしたらいいんだろうかって言った時に、そのまず自分がねそういうことをやめること、うん、あ、そういうことっていうのはもう汚したりとか、そう汚すことやめること、はい、ということで僕はレストランホテル全部やめちゃったんですね、はあ、うん、それで残った売って残ったお金で研究を始めたわけですね、はい、うん、それでその水でその汚さなくてもできる生活、はい、ということができるはずだと、はあ、うん、それでそのおばあちゃんに聞いた時に、おばあちゃんさ、昔洗剤ない時はどうやって洗ったって言ったら、あ、そんなのこたつの炭で洗ったって。あ、炭ですか。うん、かわいいって。それでそれで落ちたの、落ちたよ、炭なくたって落ちるよって。なんでって、皮きれいだもん、今の皮と違うもんつでね、はぁ、あ、うん、要は今洗剤を入れて洗うってことは水が汚いってことなんですよ、うん、そもそも水が汚いから洗剤が必要ってことですね、うん、それで僕はバケツにね、はい、清水のきれいな水と泥水用意しておいて、はい、ね、これワイシャツ白いのポッと入れてやったら、ね、醤油の染みやっとけばこっちのだけのきれいな清水の方が取れちゃうんだよね、はい、ああそうなんですね、うん、その向こうに溶けていっちゃうんですね、はいはい、ところが泥水入れると泥水くっついて出てくるんだよ、はあ、だから洗剤必要なんだ、うん、だから水がクリアになれば何でも汚れ落とせるはずだ、はあ、うん、そこから始まったんですよ。ただそれを作るときに自分の中にあの川の流れを聞け、ね、はい、見てこいっていうのがバッと入ったから、はい、ずっと1年ぐらい川行ってこう覗いてみてんだね、はあ、1年間川の、そうそう、川の流れを、川の流れで、はあ、こといろんなもの見えるんだよね。U字工で流れた水っていうのはきれいにならないんだね。ああそうですか、うん、ところが砂利屋なんかと1メートルも流れはきれいになっちゃうんだよね、はあ、うん、でそんなようなもんで、例えば魚っていうのは激流の中でこう止まってるんだよね、はい、なんで止まってるかっていうと泳がないで止まってないんだよね、うん、それはそのフェラー全部こうね広げて中で回転するんだよね、押すんだよね、はいはい、で止まってないんだよね、はい、あ、なるほどなって、そういういろんなその水の流れっていうかね、あの側溝と上と、ね、流れ方によってエネルギーが水の中にどんどん蓄えていく、入る、うん、いうことをこう気がつき始めて、はい、うん、まずはその水っていうキーワードから考えた時、宇宙を捉えて考えていったら、はい、第一、地球のね、第一にある水は香水なんですね、ほとんど、はい、99%、はい、空気中にある水分だとか雪だとか雨っていうのは軟水なんですね、うん、カルシウムマグネシウム何も入ってない、はい、うん、だからあの動植物は軟水のシャワーを浴びて、その軟水が大地にある栄養素を吸い込んで根っこに入るわけですね、うん、これで植物ができるんですね、はい、野菜でも果物でも、これでその野菜やなんかから葉っぱから今度はまただから軟水が出てくるわけですね、はいはい、香水は全部残していくわけです、はい、うん、と人間も動物もみんな同じなんだよね、ほうほうほう、うん、
要は本来は軟水のシャワーを浴びて、軟水のものでカルシウムマグネシウム入ってないもので、ナトリウムなんか入ってるもので、それで煮炊きしたものを食べる、はい、ほんと水の中で栄養素が入る、それが体内に入る、はい、これ体内で栄養が取られて、ここからしたら人間の場合は根っこ、はい、おしっこと うんちが、はい、大地に流される、はい、これの繰り返し、うん、だから喋ってるこの蒸気もここから出る汗も全部軟水で出てくる、うん、だから地球の原理と植物の原理と人間の原理、はい、動物の原理全部同じやつ、軟水と硬水って分けた時に、うん、だから植物もそう、全部根っこから栄養入って、はい、葉っぱから蒸気だけ出すわけです、軟水だけ、うん、全部同じなんです。だから僕はまず水道水や井戸水を軟水にすることを考えたわけです。なるほど、なるほど、うん、これで軟水にしてから滝の原理、はい、うん、ま、そう、また清水下から湧き出てくるね、石なんか通してくる、はい、うん、そういう原理をそこに使ったわけですね。あ、うん、それが一つの黒曜石というね、はい、石を一つ使ったわけ、はい、うん、これは黒曜石というのは何でかっていうと、はい、言うと人にバカにされるんだけど、はい、黒曜石というのは矢尻ってね、はい、うん、要するにあの矢のあれで動物を殺したり、うん、肉を切ったり、はい、ガラスだから、うん、ということは神に命を絶つ許可をもらった石だって、はあ、うん、ということは逆に命を与えられるはずだって、はい、っていうのが僕の発想だったんだよ、はい、ね、それで不思議なことに私は高校時代にその黒曜石の和田村の、はい、アルバイトに行ったの、ほうほうほう、ね、はい、黒曜石を割ってそれを千何百度で温めることで爆発して、はい、パーライトというね、はい、うん、真っ白なその水の中に浮くものがあるんですね。浮く、あの時代はその外壁材やなんかで、はい、全部そのパワーライト使った、あ、うん、それを運んでたんだアルバイトで、はい、うん、それでその頃の工場のわちゃんたちにこの石は、うん、どういうあれがあんだないって話聞いて、いろんな昔話、ああ水がめなんか入れても水がめなきゃな、あの水腐らねえだよとか、そうなんですね、ね、うん、そういうことを聞いたもんで、それに頭ポッときたんですね、はいはいはい、ね、ここで今そのうちの機械の中には原石、はい、その石を使ってるわけですね。黒曜石の原石、黒曜石だから軟水にしてから黒曜石を滝の原理だとかいう形でこう入れて、そうするとそれによってその水のね、あの内容が全部変わっていっちゃうわけですね。はあ、でその次にこういったのがあの電気石というね、トルマリンというのを粉にして、はい、これでペレットにして、これその中で何やってるか、友釣りすると、そのトルマリンっていうのは共釣りすれば電気を起こるんだね。それから圧力と熱によって電気を起きるんですね、はい、うん、それを起こすためにあの共釣りするように中で回転する水が、はい、うんうん、これはあの渦巻きの原理、竜巻の原理、はい、ということをやったわけですね。と中で電極が起き始めですね、うん、稲光になる、はあ、うん、ほんと中でなきゃな、その中に入っているアルミやなんか真っ黒けなんですね、はい、電着を起こしちゃって、はあ、だからアース取ってるんですけどね、そうですね、アースを取っておくとそれがなくなる、へえ、うん、いう形でそこでまあ世界で始めたというか H3O2- というヒドロキシルイオンという水が出来上がった、はい、うん、これが OH 圏が2つあって H が1つ単独で原子状の水素という形でそれがピストンを運動しているというのが H3O2- というヒドロキシルイオンという水が出来上がった。普通はもう H2O ですよね。H2O、うん、あ、この水がまたね、あの水と油が混ざるだよね。はい、水と油が混ざる、うん、乳化するのね、はい、こうやって振るとね、はい、うん、ほんでなんであれするか、乳化するかというと、はい、普通海面活性剤入れると表面張力っていうのがだいたい60、うん、超純水が70、海面活性剤入れると20に落ちるからドロッとして、うん、水と油が混ざるんですね。ところがうちの水は71なんですね。はい、うん、71ってことは天敵以上の表面張力なんです、はあ、うん、それにイオンがいっぱいあるのになんでって話なの、はい、うん、それは信州大学の先生の方が1年ちょっとかけて、はい、そのデータを出したんですね、はあ、不思議だって、はい、うん、それでその不思議はなんでそういうことが起きるかっていうと、要は水の中にナトリウムだけあって数倍あって、はい、うん、カルシウムマグネシウムがないからこのナトリウムと油が結合して石鹸できるんだって、へ、うん、
だからこの水をうちがシューシューってやってこすると、はい、この油、はい、こすると石鹸できるんです。ぬるぬるな、へ、うん、何もいらないです、シゲソリも。それで結局油汚れを落とせるってことになって、はいはいはい、洗剤、シャンプー、リンス、何もいらないっていう、水だけで落とせる、そう、水だけで全部落とせる、はあ、という世界に変わったんですね。なるほど、うん、しかもこの水が僕が開発したその機械を通過するだけで、はい、電力一切使わないで、はい、要は水圧の通過して出るだけで、どの蛇口からも全部出るわけですね、あ、うん、その蛇口の周りある台所洗剤、洗濯洗剤、はい、ね、うん、お風呂のシャンプー、リンス、一切使わなくていいよと、は、うん、もっと環境に優しいでしょって、そうですね、うん、それ綺麗な水が流れるでしょ、はい、で環境に優しいってことは家族の皆さんにも命にも優しいよね、はい、っていうのは僕の考え方なんですね、はいはい、ええ、それでまあ、 公園に歩きながらこの機械を、創生成の機械を、まあ、買ってつけていただくと、はい、うん、いうことに、まあ、走り出してきたんだけれども、最初は僕は商売するつもり残念なかったんだけどね、はい、うん、なんか誰かがこう売ってくれるだろうって、はい、誰も売ってくんねえのね。ほんで仕方ないから自分でそう、はい、土佐回りじゃないけどね、はいはいはい、一人でカバン持って公園に歩いて、うん、うん、そうやってまあ売って歩き始めたんだけれども、はい、うん、だからその代わり僕はその時に条件としてこの水がいろんな実験の中でコップ一杯のこの水ありますね、はい、これ5ミリってご存知ですね、この番組5ミリね、はい、うん、植物繊維のやつね、はい、うん、あれ2本飲んだのと同じだけの植物繊維の効果がある、この水に、そう、これが東大の名誉教授の三岡智太教授が実験して出したんですね。で記者会見で発表したんです。へ、うん、この水を飲むと子宮筋腫、子宮がん、乳がん抑制予防できる、はっきり言っちゃった。へ、うん、それなんでかっていうと、ビビスキが3倍に増えます。クロソリウムがこれだけ減ります。何がこれだけ減ります。精子が3倍に増えます。全部実験してそれを発表しちゃった。さあ大変。はい、うん、それを見たら今度はそこら中の中 の、 医学大学をうちの実験させてくれって、ここでいろんな実験をして糖尿から始まってがんから始まっていろんなみんな発表してるんですね、はあ、でも僕は病気を治すために作ったもんじゃないから、はい、そんなものどうでもいいやって、もうあくまでその病気が治るというのは副産物であってそうそう、ね、それに気がいい、ね、そう、それに気がついた人だけ助かりゃいいよ、はい、で僕はなんか人助けのためにやったんじゃねえや、うん、ね、なるほど、うん、この地球をこの自然守りたくてやってんだ、はい、もっと規模が大きいところだということですね、うん、だからこの機械を購入するにあたって、はい、何があるかっていうと審査請求書ってあるんですよ。もう一度審査請求書、はい、要するに買いたかったら うちの審査受けて、はい、合格しないと売らないよって言うんだよ。なるほど、考えられないでしょ。そうですね、うん、それでその審査請求書っていうのはどういうこと書いてあるかっていうと、はい、まずうちの水をタダだから取ってください、はい、で飲んでください、はい、洗ってみてください、実験してください、体よくしてみてください、はい、うん、その上でよかったら申し込んでください。なるほど、ね、なるほど、当然自分たちが体験した上で欲しいと思ってくるわけだから、はい、こっちに指揮会の条件があります、はい、この条件は洗剤入れは一切使わないということを家族全員が証明してください。なるほど、はい、うん、今ある洗剤全部回収します、はあ、うん、ね、それにサインしたら売ります。なるほどですね、うん、という約束ごとでスタートしてるんです、はあ、うん、だからあるお客さんがね、大阪のお客さんが、はい、5人家族でね、いろんな病気全部治ったと、よくなったね、はい、機械購入したいと、はい、いうから僕はその審査請求を送ったのよ、はい、大阪の方で、はい、ね、うん、金出すお客さんに審査請求ってどういうこっちゃっつう、はい、あ、なんでですかって言ったら、ね、金額を倍にしていいのかっつう、はって、ね、はは、うん、いくらでも金出すからつけりゃっつうね、はい、大変お客さん申し訳ないけども、はい、うん、そういう品物と違いますのでお断りします、はい、うん、まあ、そうですよね、それで水を送るの止めちゃったうん、そうしたら2ヶ月経ったら電話かかってきて、はいはい、申し訳ないけどさ、どうやったら購入できるって言うんでね、はい、またみんな具合悪くなっちゃったんだよ、あ、まあ、顕著ですね。それでそう、はい、大阪に僕公園あるからじゃあ来てください、はい、で家族全員で来たの、
はい、で僕の講演聞いて初めてよく分かりました、はい、うん、家族全員で署名して毒は一切使いません、はあ、うん、要は毒と薬一緒にして生活することないでしょって、うん、ね、うん、その毒の代わりになるんだから使う必要ないでしょ、はい、経済的にも助かるでしょ、ね、こっちで健康になる水飲んでこっちで毒を主婦から給油させたら意味ないでしょ、うん、そうですね、うん、環境ホルモンと同じで海面活性は海面活性剤は環境ホルモンでしょ、うん、ね、主婦からバンバン入るよ、がんの餌だよ、ね、よくならないよ、はい、うん、だそういうふうに保守してますよ、はい、うん、でよくわかりました、うん、そういう白毛型してるからよくこんなすごい水がなんでそんな白がらないのっていうのは、あ、白がらないようにしてるからって、ね、うん、下手な嫉妬心にするつもりないから、はい、ちゃんと理解したい人に使っていただきたい、ね、水に感謝を持って生きる方に使っていただきたいというのが僕のステータスです、うんうん、という形の白目型、うん、なるほどですね、うん、だから機械のつけてる方々は僕の思いがわかるから、あの外に蛇口があるところに創生水です、はい、自由にお持ちくださいはね、いうようなボランティアのみたいなことをやってるわけですよ、はいはいはい、募金箱を置いといて、はい、うん、だからそういうようにうちもこの入り口にね、そういう形で組んでもらってるんだけれども、はいはい、そういうその運動みたいなことをこうやってる、はい、うん、まあ、そうやってあの結構広げていただいてる、お客さんこの水すごいよって言ってみんなこうね教えてくれて、はい、そういう形でこう広がってきている、はい、っていうのが非常にこう多いんですけれども、まあそういうことで、ずっとやってきてここ10年間あの前まで、やって農業は農業でその農薬殺虫剤除草剤使わないで、あの温室栽培から始まって、はい、北海道農業から桃作りからリンゴ作りからみんなやってます、うん、それで大成功してます、はい、2割3割4割収穫量増やしてます、糖度も大体3、4割高くなってます、うん、現実にそれを見ることも可能です、はい、いうその農業関係においても、当然美容室もシャンプーリンスなしでこの水で頭を洗ってそれだけのお金を取ってます、うん、もう見事にシャンプーよりも綺麗になって、うん、あのな体の、ね、もう全然違います、はい、うん、しかもこの不思議なことでこのお水でパーマかけるんです。パーマですか、はい、そのパーマのかけ方はパーマ液化学物質はそういうものを使わなくても、実は僕はだけどあの、ダイオキシンと環境ホルモンを追いかけてて、はいはい、そのパーマ液を使ってその後シャンプーで頭洗うとここに10万ピコグラムのダイオキシンが起きるってことを調べて発表しちゃった、うん、さあそしたらみんなにもう殺されるというぐらいのガンガンかかってきてそういうつもりじゃねえんだけれども、じゃあそのパーマってどういうもんかってことを勉強させていただいて、あこれ簡単だ、うん、と思ってその創生水に食べられる重曹とクエサ、ね、これを入れて煮て冷ました水が第一液第二液、はい、うん、これでパーマかかるんです。これで普通の化学水のパーマよりもっと長持ちするんです。へー、うん、だからそれでやってる人たちいるんです。しかも体にも、そう当然いいわけです。毒ではないんです。そうね、パーマなんか自分で作って味見してそれでやるんだから、はあ、ね、この人の髪の毛こうだからちょっとこっちの方を強くしようとかね、考えられないでしょ。すごい世界です ね、うん、パーマねフランスから行ってさ、でもう60年一つも変わらないんだよ。へえ、うん、ここで変えよう、うん、ってことを僕は始めた、はあ、ね、うん、そういうふうに美容室でもそういうことが広がってきた。当然クリーニング屋さんもそうだし、はい、あの畜産関係もそうですね、はい、うん、匂いが全部消えてしまいますので、はい、あの養豚場だとかいろんな産業廃棄物どこでもそうだけれども、はい、この水をまけばどんな匂いでも消えます、はい、うん、この分析データ全部あります、はい、それでなおかつあの畜産の関係でその臭いところに蚊帳なんかいっぱい、ね、来ますね、はい、これから夏になるからぜひやってもらいたいんだけど、はい、電気の周りや臭いところいっぱい来たら創生剤ビャッと巻きゃ一匹もいなくなります。へえ、それは綺麗に消えてきます。うん、それは酸化と還元なんです。酸化と還元、うん、そう、要するにその蚊だとかね、そういうものはドブだとかそういう腐ったとこから生まれてる、はいはいはい、と電気つけると明るいから来るんじゃないです、はい、その空気中の水分が酸化するから来る、はあ、
ね、それを還元したものをビーッと巻いたら、はい、蚊は苦しくてみんな下に落ちてます。でも死んでません。気絶してるだけです。ピッと持って振ったら飛んできます。はうん、こういうことも皆さん実験できますよ。は、うん、例えば、聞いてる方で農業やってる方で農薬使ってる方がいたら、ね、どういう虫が、ね、害虫かって知ってると思うんですね。はい、うん、葉っぱを持ってしてその害虫を 10匹でも20匹でも置いといて、はい、ね、これで普通の水やればそこで止まってみんな葉っぱ食ってますから、はい、ね、創生水をシュッとかけたらみんな逃げますから。へ、虫にとっては虫にとってはもう大変なんです。あ、苦しくなるんです。そうなんですね、うん、どういうことかっていうと、例えば川やなんかでも、はい、清水とね、はい、ドブにいる微生物、はい、魚でもこれ知るひっくり返したらどうなりますか。まあ、もう死にますよね、うん、気絶しちゃうみんなね、はい、これと同じなんですよ。生態ゾーンが変わっちゃうとダメなんですよ。なるほどなるほど、うん、だからそれは水によって生態ゾーンを変えてあげる、うん、だから農業でも土壌菌が死んでるんですよね、雨によって。雨によってそう、はい、酸化じゃ酸性雨じゃなくて酸化雨によって土が腐ってる、はい、うん、その腐ってるから虫が出てくる、病気が出てくる、だから農薬が必要だ。はい、で還元させりゃいいじゃん、ね、雨降ったら還元した水だから、例えばうちの水だけじゃなくても山から湧き出てくるようなきれいな水をね撒いたら、はい、畑撒いたら全然違いますよ。農薬なんか必要なくなりますよ、うん、殺虫剤も必要なくなりますよ。それで収穫できるよ、収穫倍できるよ、うん、還元電位が低ければ、ね、還元電位低いというのはマイナスなんですね。マイナス、はい、プラス250から以下をマイナスって言うんだけども、はい、うん、マイナスってことは栄養素は全部カルシウムマグネプラスでしょ、うん、ほんとマイナスとプラスにくっついて入ってくる。あ、だから栄養素がガーンと出る。ところが土が酸化してプラスだったら、はい、ね、プラスくっつかないよね、はいはいはい、だから栄養も入ってこないんです。人間の体も同じなんです。うん、昔なんだ、カルシウムなんだってね、神話に騙されて皆さんいろんなもの水の中に、はい、ね、そういうカルシウムいっぱい入った方がいいっていうね、うん、まあ、とんでもない話ですよ。へ、うん、それで煮炊きしたものは肉や魚の栄養素は絶対入れません。全部外へ出ます、はい、うん、僕はその実験した時に尿と便を検査したんです、はい、うん、要は軟水のうちらみたいに還元した水で煮炊きしたもの、でそうでないもの食べたら尿から出てくるカルシウムやマグネシウムは普通の水でやると5倍から10倍出てくるんです。ああ、吸収されてないってことですね。そう、創生水で作ったやつはほとんど出てこない。ああ、それはもうプラスとマイナスで中和っていうんですか、もう、そう、されて吸収されてる、吸収されるんですね。ああ、うん、いうことが分かったわけですね。ああ、うん、それでその他に僕をやったのは何やったかっていうと、人間の体の老化っていうのは、はい、血液が年を通って老化していくからそんなの。老化っていうのは、はい、血液が酸化することだ、はい、いうことなんですね。はい、それで血液検査しちゃうんですよ、はい、その時もなかなか血液取ってねやってくれるとこないもんで、はい、それで看護師さんだったり先生の命令でなくちゃやらないわけですよ、はい、それでやっと見つけたのが長野県の健康センター、うんうん、の部長さんと話して、実はこういうことってうちのデータ見せてやったら、はい、じゃあいいですよと、その代わりそのデータくださいって言ったら、あ、いいですよ、うん、そこで看護師さんに、はい、僕とそれから僕の弟の子供、女子学生16歳、はい、から僕の友達40いくつのね、はい、この2人は創生水全然飲んでない、私は飲んでるわけ、はい、ね、その時私は50近く、うん、それで血液取ったの、はい、ね、それでまず生で測った、測らせてくれって僕は生で測ったんですね、はいはいはい、うん、その後抗合剤を入れてかき回して分析センター出すもんで、はい、抗合剤入れる前に生で測ったわけ、はい、うん、そしたら、うん、僕はマイナス80だから、はい、うん、高校生がマイナス10、うんうん、20か20だか、はい、これで40の人がマイナス5だかと思う、はい、うん、ね、差がやっぱりつくんですよ、はい、うん、それで高校生入れて証明書を出した時に、はい、僕はプラス10、うん、はい、高校生がプラス60かな80かな、はい、うん、っていう数字が出たんですね。なるほど、うん、だから僕は水飲んでるから、ね、全然年違うのに16歳の女の子よりも僕は若かったんですよ、血液が、なるほどです ね、うん、ねというように水によって血液まで全部変わる、はい、うん、だから老化っていうのは病気になるのも血液が酸化するから、あ、うん、で老化して病気になるんだ、はい、うん、だから長生きしたいと思ったら
要は血液を還元させることだ、うん、それには何が大事かっていうと還元した水、要するに、マイナスの水を飲むことが大事だよと、はいはい、うん、それを砂糖漬けしたものを飲むと、うん、どんどん酸化してきますから、ね、うん、もう全部老化とかその癌とかそういうの全部酸化によって起きてる、はい、てくるわけですね、うん、ちょっとまだまだお話しつきたいところなんですけど、一旦 CM に入りまして、はい、また後半聞いていきます、はい、お待たせしました。河原職人のヒーローにインタビューのコーナーです、はい、この番組はややとしっくりのことだったらシュレイホーム株式会社シュレイホームの提供でお送りいたします。はい、もう前半ほとんど自己紹介で終わってしまったような形ですけども、ちょっとこの聞いてもらってる方、いつもあのうちのこの番組は YouTube の方にアップさせていただいているのはご存知かと思うんですけども、この対談の前にですね、工場の方を案内させてもらってまして、そこへの実験の様子とか動画を、動画説明欄の方に書いてありますので、詳しくもっと見たいという方はその動画の方も見ていただけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは自己紹介後半戦に行きたいと思いますちょっとこの回は1回じゃ収まらないっていうのをご理解いただけたと思いますので、すいませんが、はい、ね、今、はい、水の研究で、はい、それどういうところに使われるかという話をさせ、ね、ていただいたんですけれども、はい、次の段階僕はそれを広げてきた中で、はい、一番最初の今からもう二十数年前なんですけれども、はい、水は燃えるって話をしてたんですね、水は燃える、はい、はい、例えば淡水の淡って山水の炎二つ、はいはいはい、うん、そうですね、いうように神様じゃないけど、神は水と火と書いて神と読むって、はい、うん、要は水は燃えると、はい、それから油は水から出来上がるっていうのは基本的に、僕の中にあるんですね、はい、山水に由来と書いて油と書くと、はい、そうですね、いうように、はい、だけれどもその時代はまだ皆さん方に水が燃える姿を見せたところで、まあ信じないですよねって、はい、うん、だから21世紀に入ったら僕はそれをやってみせます。そしてこの水で車を走らせたり船を動かしたり、飛行機を飛ばしたり、はい、うん、ということをやろうと思ってますと、はあ、いうことをね、今から二十数年前からも話してることは全部ビデオ撮ってあるんですね、はあ、そうですか、はい、でこの彼もよく知ってるんだけど、一番最初の方がそういうこと僕言ってたんだから、はい、うん、それを、ここ最近ここ7、8年前から、はい、いよいよそのこの水を燃やします、水を燃やしますと、はい、いう話をしたんですね、はい、なるほど。でその原理っていうか、なんでそういうことを言うかっていうと、はい、皆さん方物を食べてね、はい、体内に入れますよね、はい、こうすると消化して、ね、燃えるっていうよね、燃焼させるって、ね、はい、燃焼させてエネルギーに変わるんだって言いますよね、はい、うん、バーナーであれ車であれ何でもみんな同じなんですよ、はい、全てはエネルギー出す時は全部燃焼なんですよね、はい、うん、そしてその燃焼に関わるのが水なんですよね、はい、うん、当然食べ物の中に水入ってるわけですよ、はい、それでその水が悪ければ下痢もするし、はい、まともに燃焼しないわけですよね、はい、栄養にもならないわけですよ、はい、ところがきれいな水で物を炊いたり食べたりすると、はい、燃焼するし便もきれいだし、はい、エネルギーも変わるしパワーも出るし、はい、うんうん、これは全部同じことなんですね、はい、うん、それで僕は水と油で一緒に燃やすよって燃えるよ、はい、ほんでよく今下水社会では水素水だとかっていろいろ言いますね、あ、よく今ろんな自動車会社でもいっぱい出てますよね、はい、だからその水だけの原子炉水素あれば燃えるよって僕が言うのね、はいはい、燃えない水食べたって飲んだって仕方ないでしょって、はい、うん、要は中燃焼してくれなきゃいけないでしょ、うん、うん、だったらじゃあその水ガソリンと混ぜて軽油と混ぜて重油と混ぜてエンジンかけましょう、はい、燃えますかって、はいはい、ね、みんな止まってしまいます。まあ普通に考えたらほんとそうですよね、それそういうふうに言うと、はい、あんたバカかって言うよね、いやバカじゃない、バカというよりもそういうもんじゃ、理論はそういうもんじゃない、はいはいはい、うん、で本当に燃える水だったら体に燃やしいい水だったら燃えるはずだよ、はい、うん、だから僕は皆さんが水素水って言うんだけど、はい、水素水っていうのはあくまでも水素分子が
要するに酸素とどれだけ多いかっていうだけであって、はい、これはもう論外だよって僕は言ってるわけですね、はい、うん、だって溶存酸素なかったら腐った水だもんね、魚も泳げないもんね、はい、溶存酸素が多いってことは水素だって多いじゃなくて少なくなってくるわけで、はい、比率だから、うん、だから溶存酸素をなくしてしまえば水素が多いように見えるわけですよ。あ、なるほどなるほど、うん、なんかおかしいでしょって、はいはいはい、名前は水素、うん、そうそうそう、水素とはつきますけど、うん、だからそういうところで商売で騙されるんじゃなくて本当にあの今の科学の中で原子ですね、はい、例えば原子となきゃな分子の違いっていうと東京タワーが分子だとすればその真ん中にど真ん中にある一円玉が原子だと考えるんですね、はい、大きさがってことですね。そう、全然違いますよね、はい、うん、だからそれだけ小さいからどこの体内でもみんな入っていっちゃうわけ、うん、がんも鬼畜できるっていうのもそうなんです。はいはい、で今まで20世紀ずっとその原子状水素、はい、原子の水を研究ずっとしてた国も、はいはいはい、うん、これは例えばなんか水素ガスってありますね、はい、これは H2 って言いますね、H2、これは分子状の水素ガスなの、はい、ところが原子状の水素ガスができたら 3.8 倍のカロリーあるんです。科学的にも証明されてるね、はい、約4倍の、はい、うん、こうと同じ水素ガスでも4分の1で済むわけです、うん、うん、ところが今の水から水素原子が作れないんです。なるほど、うん、作ったのが私なんですね、うん、ところが皆さん絶対ありえないって言うんですね、はいはいはい、うん、で原子状水素なんかすぐ飛んじゃうよ、なくなっちゃうよ、うんうん、ところがうちの水に対して九州大学の平田教授をはじめとして、はい、ニューヨーク大学をはじめとしていくつかの皆さん方が原子状水素がものすごく大量に入ってますって証明し出したんです。あ、うん、だからこういう水だから燃えるんですよって、はい、うん、それでじゃあ燃える原理はどういうことかっていうと、あの酸素ガスを、はい、あ、水素ガスを作るときに、はい、蒸気回出ってあるんですね、はい、これ蒸気回出ってどういうことかっていうと、あの灯油を熱して蒸気にするんですね、はい、でこっちの H2O を蒸気にするわけですね、はい、両方熱からめ、はい、これでこの蒸気回出するこの入れ物、はい、この中が400か600度はい、の中に蒸気を入れるわけですね、はいはいはい、で入れてそこで回収すると水素ガスと、酸素ガスと CO2 が出てくるんです。は、うん、これその中の、はい、水素ガスを取るんです、はい、これが皆さん使っている車に使ったりする水素ガスなんです。はこのだ水素ガスを使う作るために熱源が1、2、3箇所必要、はい、だから水素なんかものすごく高いもんね。なるほどね、それでいて CO2 も出ちゃうしさ。そうですね、なんかもうそうでしょ、元も子もないというか根本的にだから水素自動車っていうかその世界絶対広がらないと僕は、はい、うん、ところが原子用の水素だったら、はい、4倍ですからね、はい、うん、全然違うわけです。あ、しかもうちの場合はそういう熱源を必要としないんです。あ、うん、なおかつ車っていうのはエンジン圧縮するわけよね、空気を、はい、熱が出ますね、はい、これでボーンと爆発するときに要はそのガソリンがピュッと吹き出されて火ついて燃えるわけですね、はいはいはい、うん、要はこの蒸気回出と似てるんですね、はい、うん、そこにうちの水が入ることによってそれが原子水素だと水素ガスになって一緒に爆発するわけです、はい、これが原理なんです、うん、だから普通の水を入れたらもうここなんだけどうちの水車に 20% 以上の水を入れて車バンバン走ってる。普通皆さん常識で考えてあれですね、車の中に 1% でも水入ったら、そうですよね、水取りね、はい、フィルターなり水取りのね何か入れてねって考えますね、はい、とんでもない 10%、20% いったらエンジンすぐ止まります。普通は常識で普通に考えたらそうですよね。高速道路100キロでーンと飛んできます。ああ、うん、これで原子水素だからものすごく還元力があります、はい、エンジンがピカピカ、中古車で飛んでったら、はい、あのマフラーがピカピカ、はあ、うん、汚れてたのがピカピカになっちゃってるんですよ、新車と同じ。なるほど、ええ、今日本当に船井社長にお迎えしてもらった時にあの駅までクラウンでお迎え来ていただいたんですけど、もう横に書いてあったのが衝撃的で、この車は半分以上水で走っていますって書いてありまして、ええ、それでそうやってそので船も走らしたりとか、はいはい、でバーナーでも同じように、ね、水を入れた途端に温度が普通の中のあの軽油、はい、もう大体800度750から800度炎の、はい、あの熱がね、はい、で水入れた途端に1300度、はいはいはい、一気に上がるんですね。そうすると焼却場だとか、は
燃費をものすごく良くなる。それから僕はそれによって船を持ってる方々が、ね、はい、ものすごく助かると思うんですね。そういうところにこう信じて広げていっていただきたい、はい、なおかつ最初の頃皆さん心配してね、エンジン壊れたらどう保証してくれるんだとか、はいはい、そうですね、壊れたら営業保証どうしてくれるんだとか、はい、ご心配なつ、ね、保険会社が全部受け止めました。はあ、エンジンが壊れたら保険会社が PL 保険で全部やりますよ。はあ、ね、営業保証、そういう保険を作りました、どうぞ契約してください。へ、ね、我々は堂々とやれます、自信持ってやれますから。はあ、というところまでやっと、ここまでやられてるんですね。そうです、はあ、それで今回沖縄はうるま市に、はい、なんだ、島津工業さん、はい、ね、あの船のエンジンを直してるとこ、そこでそのエンジンを動かしたりだとか、バーナー火付けたりとか言って、いつでも皆さんが見に来れるように、あ、そうですか、うん、全部やってありますので、あの船会社の皆さんでも焼却場の皆さん方でも、うん、一見見ていただければ、はい、うん、どうやって自分たちの生活が変わるか、はい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 、ね、いうことがよくわかると思うんですね。うん、こんなんだけの夢みたいな話をしてますけれども、はい、だからこそ皆さん自分で行って現実にそれを見ていただければ、そうですね、ああ一番いいと思うんですね。はい、燃えるっていうのは体の中でも燃えるのも、ね、外でエンジンで燃えるのも同じです。はい、ね、燃える愛は両方とも両方の愛だ、はい、うん、で燃えるというふうに僕は思うんだけれど、エンジンは愛はなかったかな。いやでもその本当に動画説明欄に動画あるので見ていただきたいんですけども、そのバーナーをこう出してるわけですよ。で最初は800度ぐらいですよね。それに水を入れると急に1000度バッと超えてくるんですよね。普通火に水入れたら消えていく、弱くなっていくのが普通だと思うんですけど、もうそれも動画にあの貼り付けてありますので、ぜひ見ていただけたらと。あのエネルギー保存の法則からがね、はい、全然反対のことやってるわけですよ。だから先生方全部でも絶対イカ様だって言うんですね。うん、いやそうじゃねえよって。はい、うん、で大分工業大学となんか北海道大学の先生がね、いや絶対イカ様だって、じゃあどうしたら納得していただけるんですかって言ったら、はい、注射器2本用意しろと、はい、ね、それでこっちにガソリン、はい、こっちに水、はい、ね、それでジーゼル発電機が起こったら電気どれだけ起きてるか、あ、うん、なるほど、ね、それでこっちには CO2 のノックスがどうなってるか、はい、移してバカ取りで時間動かして取れと。そうすると例えば 100cc の、 あのガソリンを焚いてエンジンかけた時に、はい、例えば30秒動いたする、うんうん、そこに水を入れたら必ず30秒より短くなるはずだ、はい、あ、なるほどですね、ね、はい、伸びることはないって、はい、うん、っていうわけで、はい、分かりました、それでそれはそのままでっていうことでそれ取ったの、はい、専門家使って、はい、ね、そしたら30秒が水入れた途端に1秒動いてる、60秒、はあ、もう先生方何にも言えないんです、うん、だって起きてる電気量も同じです、倍になったんです、ね、そう、これで CO2 も同じ、少ないんだよ逆に CO2、 はい、ね、ほんと半分になってるわけだから倍動いてるわけだから当然 CO2 は、なるほどなるほど、そうですよね、計算分かりますよね、とんでもない数字ですよね、はい、うん、それとよく言われるんだけど、石油会社に殺される、いやそうじゃない、はい、石油会社は俺味方につけるから、あ、うん、なぜならば彼らはその石油がもう一度終わってしまうから、なるほど、新しいエネルギーになるから、もう必死になって他に投資しようとしてる、はい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 、でもこれが倍も使えるんだよと、はいはい、ね、20年だったら40年使えるんだよ、うん、だから味方につけますということで、僕のところにタイの PTTEB っていうね、はい、石油公社の皆さん方役員全員飛んできて見て、ここで契約結びたいっていうことで、なるほど、契約結んだばかなんですね、ここでタイでこれからこの技術が広げていくだろうと、はい、広がっていくだろうというところまで来てます。だから石油関係者だとかそういう人たちの方が理解が早いです、はい、現実にタイからここまで来て、はい、役員10人みんな副社長みんな来て、はい、見て、うん、それでここで臨時会議開いて、はい、それで決議案です。はあ、話が早いですね。ね、日本国内にそういう企業あるかないです。うん、確かに、ね、そうですよね、うん、固守しちゃってますね、ありえないって、うん、
でもこの地球上ありえないこと山ほどあります、はいね、うん、もうそろそろあの日本人も目が覚めたらいいかなと、はい、うん、いうふうに思うんだけれども、やはり自然を守る、はい、ね、いうところに観点を置いていったら、自然を守れば自分たちも守られるっていうことに、はい、気がついてほしいですよね。そうですね。それが、私の会社のステータスというか、はい、考え方というか、いうような思いで、金儲けはできないけれども、徐々にこう広げていってると、はい、うん、で今は今度はシンガポールにも、新しい会社作って、はい、そっちの方でも船会社が何百隻っていうのをやりたいと、はい、いうことで合弁会社作っていただきたいという話も来たりだとか、はい、今東南アジアの方が非常にうちに注目をし始めた、あ、なるほど、うん、というのが現実なんですね、はい、ただ、日本の場合は沖縄から忍ばる可能性はあるかなと、はい、いうふうに思ってます、はい、それは今、沖縄のね、対馬さんのところでそういう実験とそういうものを対応できるような形になったもんで、はい、可能性が非常に強いかなと、面白いですね、いうように思って、はい、もうまだまだ全然話がつけないもう残りがちょっと時間が、自己紹介で終わるというもうせっかく技術の方にも来てもらったのにちょっと、まあ、全然尺が足りないのは申し訳ないんですけど、でも本当普通のお水の話だったら健康にいいとかそういうのはよく聞きますけど、農業だとかその燃料とかあらゆる企業とかこの産業に対して使えるものっていうのも初めて僕は聞いたので、もうぜひどんどん広まっていったらいいなと思っております。すいません社長、もうちょっと時間がなくなりました。わかりました。またちょっと第2部を企画しますので、はい、お楽しみに。